やめてよ、後でひどいわよ。ビル、どこにいる？さて始まりましたキングダムハーツ2。ベルさんのところにビーストさんを連れていくとベルさんはいませんでした。どこに行ったのと聞くと、怪しい黒い服の男を追いかけると言ったらこんなことになってました。ボス戦です。さあボス戦です。周りをしっかり分析してみましょうか。ボスはどこにいる？あ、シャンデリアか。バイオハザードみたいなことになるから、よし。で三角ボタン、こうするとダメージが入るみたいで、ちっちゃくなる。1、2、3。あー、攻撃が入るじゃないか。え、ゴリゴリいきますよ。ここだ。実態がつかめなくなってきたか。潜ってしまいました。ツインシャウト、え、ちょっとやったのこれ無駄だったかな。今やったのはこれビーストさんとのコンバーサができるんですが、あ、攻撃が入ってる、攻撃入ってる、絶対入ってる。痛そう痛そう。よしよしよし、ツインシャウト、ラストシャウト、どうだ。なか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 大ダメージなんじゃないか。リジェクト、リジェクトでリジェクトするとまたぴょんぴょん跳ねてる。ですかさずダメージを。あ、これなんかすごいスムーズじゃないですか。これもしかしてこれライブラで見てください。もう体力かなり減ってましたが、いたた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 た。でそうなるとまたシャンデリアに戻るのか。シャンデリア戻りました。でシャンデリア戻ってからのバイオハザード、こうなるのを防ぐため、未然に防ぐため、頼む頼む、早く早く。よし、で三角リジェクトで、こうするとダメージが入るようになります。今だ、早っ。来るか、やっぱ第二形態あるか。あれだけ早いと、あれだけ決着が早いと疑ってしまいますよね。というわけで見えないぞこの人。しかしダメージは通る。見えなくてもロックオンできますからね。そんなもん関係ないですよ。こっちがダメージ食らわなければ大丈夫なはず。大丈夫かな大丈夫かな、いけるか。ダメージは食らってます。三角ボタン、三角ボタン、ステップステップ、キャッチキャッチ、シャンデリアキャッチで、そっからのぐるぐる回して姿が見えるようになりました。で、すかさず降りて、あ、ずっと見えるようになったのか。ツインシャウト、いきますか。消え失せろ。さあ、連携技だ。ハードファンク、ハードファンク、ハードファンクからの、また見えなくなった。が、もうちょっとでラストシャウトができるはず。来た。ラストシャウト。そうすると、そうするとどうなるのか。ダメージが入りやすくなるんですよ、きっと。しかしちょっとずつですね、こっちもダメージがかなり。ステップキャッチ、終わりだ。でこれでまた姿が見えるようになりました。ひどい風にさらされると姿が見えるようになるんでしょうか。はい、ジャンプ、いやまたか、また見えなくなったのか。うわあ、ええ、ちょっと待って、危ない危ない危ない。ふっふっふ、こっちに行ったのか。早い、身のこなしが早いぞこの人。はいはいはい、ぐるぐる回ってる。さあライブラさん情報によると体力はあともう少し。ツインシャウトで削れ、よしいけ。ちょっと待って、第三形態あるでしょきっと。ありますよね。
ないー。あった。それはどうかな。貴様、またな。チェ、あいつは何者だ。13機関のやつだと思う。ノーバディっていうのがいるんだ。強い心の持ち主がハートレスになるときに生まれるものなんだって。そのノーバディを支配しているのが13機関。ビーストをハートレスにして、そのときに生まれるノーバディを仲間にするつもりだったんだね。みんな、ビル、ベル、私は正気をなくしていたようだ。お前を傷つけていなければいいが。すまない。いつものあなたじゃないのは分かっていたわ。だからいいの。私が許せないのはいつものあなたの方ね。全然私を信じてくれないんだもの。もう時間はあまりないというのに。何の話？バラ、覚えてます？ビーストの部屋だ。そう、あのバラが枯れるまでにご主人様が誰かを愛し愛されるようになれば、源の姿に戻れるのです。で、どうなの？きっと大丈夫。そんな気がするよね。わかんないな。何事だ？道が開けた。じゃあ行くの？うん。もっと仲良くなってね。お任せください。気をつけてね。いつでも歓迎するぞ。リク、王様、13機関、ハートレス、何でもいいから分かったら教えて。じゃあまた。バイバイ。あれ？もしかしてシップが勝手に動いてる？ホロンバスティオンへ向かってるみたい。何かあったのかな？行こう。まったく遅いぞお前たち。マーリン様が呼んだんですか？ああ呼んだとも。しかしそれで思いのほか力を使ってしまい、ハートレスどもに。何があったの？実はこれを見つけてな。
の絵本だ。わしはプーたちのことをよく知らないから、お前たちを呼んだというわけだ。そこへハートレスどもが飛びかかってきた。わしはもちろん戦ったが、このままでは本を痛めてしまうと思い、いや待て待て、話の前にレオンたちにも集まってもらわねば。プーたち元気かな。行ってみる。よし。ソーラ、うまくごまかしといて。プー、いるかな。プーさんいますかね。100円 A か、100 A か、100円か、ワンハッ、ワン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 。前作では立ち寄ったことなかったので、僕ここ来るの初めてなんですよ。ここハテナハテナになってますが、これプーさんの家もしかして。話しかける。あ、プー久しぶり。蜂蜜たくさん食べてるかい。もちろんだよソラ。これからね、僕は体操の時間なんだ。ソラも一緒にやろうよ。うん、やるやる。あれ、ハートレスをやっつけろ。絵本奪われました。あ、なんかプーさんいるのに、プーさんがいるのに。お、ドナルドさんやってくれたじゃないか。すぐに終わりましたが、ハートレスさんは、お、取り戻したみたい。大丈夫かな。プーの様子を見に行った方がいいんじゃないかな。バギー様を待て。僕がうまくごまかすよ。うん。プーさん無事だった。プーさん、プー無事でよかった。もちろん無事だよ。でもこれから僕は体操の時間なんだ。どこかの誰かさん
だから後でね。うん。ピグレットたちも元気にしてるんだろ。それは誰のこと？ねえ、どこかの誰かさん、静かにしてくれる？プー、ねえ、プー。なんだか様子が変かな。やっぱりマーリン様に報告した方が良さそうだ。話は聞いたぞ。全くこらえ性のないやつだ。ごめんなさい。それで中の様子は？それがプーが俺のことを忘れちゃったみたいで、俺だけじゃなくて他の友達のことも。やはりそういうことになっていたか。おそらくハートレスどもが本のページをちぎって持っていってしまったのが原因じゃな。元に戻すにはそのちぎれたページを集めて本を完成させるしかない。この本も世界の大切な仲間だ。見つけたことをレオンたちに報告するつもりだったが、しばらくは内緒にしておいた方が良さそうだな。ごめんなさい。ふう。大切な仲間といえば、ソラ、これをお前さんに預けよう。何？うむ。これに心を込めて念じれば、お前さんの呼びかけに応えて心強い仲間が力を貸してくれるじゃろう。前の旅の時のシンバやムーシューみたいだね。うむ、そうじゃな。さあ、大切な仲間たちと共に旅を続けるがよかろう。ありがとう、マーリン様。プーの様子も気になるから、ちぎれたページを見つけたらまた来るよ。次回もお楽しみに。